はい、ありがとうございました。クォン M さんの2分間でございました。それでは早速ここで、本番の、絡み閣議に入りたいと思います。まあ、先ほどもアウトラインした通り、お互いが少しずつやり合ってですね、まあ、ここで私がスイッチというふうに言います。スイッチといったら、今引いている人はやめて、それに対する答えを返すように、もう一人の人がするようにしてください。それではまず、ドクトル不思議から音を出していただくことにしましょう。私が5を出しますので6分間勝負実況付きでお願いいたします。ディレクターさんの方も用意ができているようで現在手が上がっております。それでは両者とも、位置について6分間2年なく勝負をお願いいたします。それではドクトル不思議さんどうぞ。スイッチ。音がなかなか音がない一つ。プログラムにスイッチしております。プリセットつながっているかな。打ちました。ローランドの808。私もペンを落としました。実況者ペンをしまいます。スイッチ101。ローランド次の音、そしてSK1。サンプルデッキ出ました。新しいサンプルを出している。はい、スイッチ。ドクター不思議、相変わらず物々しい路線を続けているピッチベンドを使っています。シークエンサーらしきものを点滅しているヤマハの EOS 内蔵型シンセ。ピッチベンドを微妙に動かしています。両者とも外部とのミリ同期というものが一切使われていないのが特徴。少し音色が近代が違ってきていました。ドクトル不思議、肘技を使って肘でノートフル声で規制を回している。結構怖い。怖いのだスイッチ。そしてそれに応えてサンプルが出ましたね。リスケの中にサンプルが入っています。このグワーというサンプル、あ、ピッチが変わりますね。何かしら、マンダラの振動のような感じがいたします。フィルターが変わりました。フィルターがステレオで触れている UFO によって影響されていますね。はい、そして、大変な警戒のタッチのキーワード、それに対してまた808、TR の808が鳴っております。808の方がですね、これ16ステップあるんですけれども、そこをきれいにこう光の玉が走っている昔のシークエンサー MC8 以前の感覚で光が走っております。それに対して SH101 の方に手を出しました。 SH101 音が、まあ半然としませんが、そこで音が変わってなんかババンババン。はい、スイッチ。ドクトル不思議、ドクトル不思議はですね、現在鍵盤に対して輪ゴムで音を出している。輪ゴム輪ゴム輪ゴム、あ、スピーカーを叩きました。キーが打ち鳴らされたんです。一音弾くたびにごっちゃごっちゃというふうにごちゃ混ぜの音、ごっちゃ、結構なんか GM のオーケストラヒットに思わせるようなフィンバー、そしてキーボード打ちに打ち込みに徹したこの手さばきですね。スイッチがどんどんできて、あ、また変わっています。結構複雑な音色が出ていますね。もう結構伸びるもの、それと木が変わってそこに吸っているオートストリング、そこプリセット音源がいっぱいということで、現在3分経過しました。スイッチ。それをもう一回言うと、クォン M、 クォン M の返事はいかに。音がなかなか出てこないのがこのシンセの特徴ですね。お、早速ですが発信機です。発信機、お、モジュレートされている。モジュレーションインデックスが相当かかって、この横島と言われるサイドバンドが聞こえていますね。八百屋さんじゃなくて、あの TR の808また鳴っています。リズムコンポーザーというタイトルが、物々しく70年代の繁栄を物語っているところであります。アナログシンセサイザー、アナログシンセサイザーの音が2つ目今鳴らそうとしていて、いろんなそのワニ口クリップと思われるような、あの電圧でコントロールボルテージがあちこち送られていますね。これはバカ的と言って良いでしょう。あのなんかこの、挙形がスクエアウィーヴ、あ、ディストーションボックス押した。ディストーションボックス、あ、入りましたね。ディストーションボックス、普通はギターに使われるはずのパズルをですね、あ、今撮っていますね。あのどんどんと迫力が出ています。はい、ここでもう一回スイッチ。4分経過。ドクトル不思議、
セットアップのプレスのためにクォン M の方は不スイッチが出た時に、全ての音を切るまで時間がかかるのが特徴です。ドクトル不思議、音が変化して、この木琴じみたというか、遠いピアノ式のこのシークエンスが鳴っていますね。メトロノームに合わせて、光が点滅しています。はい、上の方の髪型の弦を、弦じゃなくて髪型の剣ですね。このペロペロペロピコピコという音が鳴っています。4分40秒経過して、これはちょうど、メトロノームじゃなくて音差の A というものの周波数に位置する数でございました。はい、ここで指が動いています。指が動いていたことでスイッチ、もう一回コーンゲームに聞き渡すと、お、音が早速出ましたね。昔のシンドラの音でございますね。ドラマは誰もしもが憧れたことがある。特に、レッドゼッペリンやディープパープルになりたがりの人はですね、結局ギターのテクが追いつかなくてテクノポップに走ったという、日本の一歩道へ。はい、ここで、お、声を取っています。あ、なんか、お、声を取っていて、なんかお化け声。5分15秒。それではここで両者ジャムセッション形式というか、ぶつかりで両者同時に音を出してください。あと45秒です。